イラン人カストです。おはようございます。今日は6月の19日です。金曜日です。金曜日はイランでは休日なんです。それでもラジオはやりたいです。コロナウイルスの新感染者の人数が少しだけ下がりました。2600人くらいです。昨日と同じですね。今日も暑いです。でもイランでは電気代が安いからエアコンがつけっぱなしでも大丈夫。今日は面白い話題があります。トーローフということなんです。イラン人がよく格好つけてやることなんです。ニマ君、トーローフのことを少し教えてください。どんなものなんですか？いいことか悪いことか、どう思いますか？さて、タロフまたはエンリオですね。イラン人はすごくエンリオする文化習慣があります。例えば、なんかどこかに入りたいとき、いえいえどうぞ、あなたは先、よく言います。あなたは先、例えば、または一緒に家に行くとき、何か飲むのしつこく飲んでください、食べてくださいとよく言います。そしてなんか何かを食べたくないのに飲みたくないのに食べて飲みます。そしてなんか買い物に行くとき、なんかその店員がガベルなどれ、例えばお金を支払うとき、いくらになるかを尋ねるとき、まずはガベルなどれ、どう説明するかがわからないけど、例えばそれもなんとなくエンリオです。嘘ですが、お金を払わなくていいという意味ですが、嘘です。なんかなんとなくエンリオでしょ。イランを訪れた日本の方々はそういうこととなんか直面したことあるかもしれないですね。または友達は、ニマ、ハイダ、どこに行くの？送っていくよ。僕の車で君を送っていく。そしてその人は、いえいえ、大丈夫、いらない。タクシーを呼ぶ。と今答えます。正しい時として、その友達が送っていった方がいいでしょう。お金を支払わなくていいし、安心して行きたいところに行けるでしょう。僕はどんな感じですかね。買い物に行くとき、ガベルなどれと言っても、いえいえ、お金を支払います。そういう話を気にしない。友達が送って行ってくれたかったら、遠慮しなく乗ります。彼の車を乗ります。
あまり僕は遠慮する人じゃないです。はい、そして食べたくないなら、何かを食べたくないなら、飲みたくないなら、全然食べません。何も言わずに、はっきり表に気持ちを表に出さずに、食べたく何かを食べたくないなら食べません、飲みたくないなら飲みません、いえいえ大丈夫です、ありがとうございます、結構です、ということを言います。はい、そういうことです。はい、ニーマ君の言った通りです。私とニーマ君はちょっと変わっているイラン人なんですよ。ニーマ君が言った通り、 あんまり気にしないんですけど、そして私は人生の半分が海外に住んできたから、私もたまには気にしない。でもイラン人にとってはタアルーフは普段、習慣のようにやることなんです。そしてニマ君はタアルーフのことは遠慮することと言っていますが、私はタアルーフのことは格好つける、自分の良いことを見せるとして思う。例えば私はあなたに自分の良いことを見せたいから、そんなことをします。例えばあなたにもっと食べてほしい、あなたに何かをやってほしい、あなたを手伝ってほしい。まあニーマ君が言った通り、それがいつもそうしてほしいからではなく、ほとんど格好つけたいだけなんだよ。普通のイラン人は普段それを断ります。例えば遠慮します。でも別の場合もあります。例えばしつこく何かをやりたいと思ったイラン人はしつこくタアルーフをしたら、別にいいんじゃない、断る必要はありません、大丈夫です。例えば友達が車で送ってくれるから一緒に来て、最初行ったら私はあの友達とは行かない。でもその友達が何回も何回もそういう場合は、一緒に行きます。タアルーフは日本だけじゃなく、イランに来る観光客の皆さんが知るべきなんだと思います。イラン人は確かに観光客が好き。でも何、ちょっと頭が良くないイラン人、違う、ちょっと伝統的なイラン人、ちょっと伝統的なイラン人は、クラシックなイラン人は、観光客がタアルーフのことがわからないと思うんですよ。例えば、コベルナドレ、お金はいらないと言ったとき、観光客は、優しいね、このイラン人、お金はいらないって言ってるし、払わなくていいだよね。でもそれは違います。普通はお金を払うべきなんですよ。はい、特に知らない人にね、特に。だからイランに来ると気をつけましょうね。イラン人はタアルーフがいっぱいします。格好つけるのが好き。私はニーマ君もめんどくさいと思う場合はいっぱいありますが、まあそんなことなんですよ。
イラン人にとってそれが習慣なんですから、普通なんです。例えば電話に返事するときもとても面白いよ、イラン人は。挨拶がとても長いです。めっちゃ長いよ、挨拶だけが。これは全部トアルフなんです。良いところを見せびらす良いところを見せるということなんです。まあいいんじゃない。さあペルシャ語コーナーに行きましょう。サロン、ペルシャ語コーナーです。今日のペルシャ語コーナーは面白いよ。今日のフレーズはトアルフナコン、トアルフナコン。トアルフ、さっき教えた言葉なんですけど、ナコンしないでください。ナコンしないでください。トアルフナコン、トアルフしないでください。はい、これはスラング的に2つの意味があります。例えば今みんなでテーブルに座ってご飯を食べている途中、私が突然止まった、もう食べたくないと言った、何度も、みんなに食べてください、食べてくださいと言いますが、私は食べない。みんなが私が恥ずかしいからと思っている。だからみんなが私にトアルフナコンと言います。ここはトアルフナコン、遠慮しないでくださいという意味があります。恥ずかしいでいる必要はないよ、遠慮しないでください、トアルフナコン。次の使い方は違う場合、例えば私たちは今どこかから玄関に行って、出る必要があるんですよね、なんか玄関から。でもまずは一人が出るべきなんでしょ。その私が隣に立って人を通るように、はいどうぞ、あの人が、いやいやいや、あなたがどうぞ、いや私がまた、いや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 、あなたがまず先に、そしてその人が私にトアルフナコンと言います。このトアルフナコンの使い方は、カッコをつけないでください。もういいところは見せないでください。大丈夫なんです。私とニーマ君はいっぱいそのフレーズを使います。例えば私とニーマ君は、ニーマ君はいい子だから、いい男だから、私の方をお先にどうぞと言うんですけど、私がトアルフナコンと言います。格好をつけないでください、格好をつける必要はありません。はい、その使い方です。皆さん、最後までお聞きいただきどうもありがとうございます。イラン人カストでした。